待ちください。飲んでる、はい、ではよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、と施設の理念は第二の我が家ってしてますので、アットホームで、まあ、自分の家ではないですけど自分家と思ってもらえるようなホームにしたいなと思っています。ありがとうございます。こう介護職始められて、まあ、大変なこともいろいろあると思うんですが、やりがいだったりとか楽しいなって思うところってどんなところですか？大変なことがいっぱいありますが何ですかね、できることは自分でやってもらえたりとかするところとか、できることは増えてはいかないですけれども、なるべくできるところを残していけるようなことを心がけて仕事はしています。なるほど、ありがとうございます。こう介護職に向き不向きってなかなかないとは思うんですけど、こういう人が活躍する人の共通点になるんじゃないかなっていうところとかってありますか？まあみんな明るく、まあ、親を見るようなあの目線で、入居者さん目線で仕事ができる方が向いてるのかなと思います。ありがとうございます。なんかこうすごいいいことをいっぱいいただけてるんですが、実際こう接しなかなかこう今動画を見てくださっている方とかって、介護業界で働きたいんだけど働いていけるのかわからないっていう方が多いと思うんですが、その方に向けてこう背中を押せるようなメッセージがいただけたらと思います。私も、この業界に入る、ここが初めての介護施設で初めての介護の仕事を始めたので、まあ、どなたでもあのやれる仕事だと思いますので、ぜひお待ちしてます。ありがとうございます。はい、はい。